何度目だ。7月に入って2度目だぞ。真夏の暑い時に。なんでこんな広い部屋にこんな密集してるんだ。こんな寝顔されたら怒れない。おやおやお邪魔だったかな。両手の花を持て余している主様。ああ持て余してるから引っ張り出してくれ。身動きが取れないんだ。仕方ない。もう少し悩んでいる顔を見ようと思ったがここで恩を買っておこうかな。まったく、美女二人に抱きつかれた状態などよの男が泣いて喜ぶ展開をなぜヘタレ主様は喜べないのか。嬉しいよ。でもそれ以上に熱いが勝つんだよ。そういうものか。だがかなはわかるが、なぜミエルも同じ布団で寝ているのだ。昨日の手伝いが終わった後にトレーニング後の調整と治療をやってもらってたんだけど、そこで俺もカナも寝落ちしちゃって。ふむ、それで一緒にミエルも寝たということか。カナ、おはよう、ほら、起きて。わ、おはよう、あれ、いつ寝たっけ？疲れて寝たんだよ、ほら、準備しないと。うん。呪殺撲殺視殺虐殺応殺考殺残殺虐殺暴殺呪殺撲殺視殺虐殺応殺考殺残殺虐殺暴殺呪殺撲殺視殺虐殺応殺考殺残殺虐殺暴殺ミエル殺必須な言葉で起こさないでー。なんで横ですっごく優しく起こしてもらってるのに私は呪いの言葉なの。他の見てよ、髪まで手入れしてくれてるよ。なに、この待遇の差。朝からうるさい天使だな。カナは主様の言うなんだから仕方ないだろう。それ言ったら私だって主様の天使だもん。仕方ない、なら代わりに私が手入れしてやろう。スキンヘッドか、モヒカン好きな方を選べ。私も正規末なんだよ。見える、カナが終わったらやってあげるから。そんな暇はないぞ主様。もう本戦まで2日しか猶予がないんだ。時間なんかいくらあっても足りないくらいだ。すぐに特訓に入るのだな。今日も私いる。ああ、頼むよ。カナとの実戦が一番成果が出るんだ。うん、了解。パートー。ねえ、今日一緒にいていい？昨日疲れちゃったからお外出たくないの。いいけどメリアには許可もらったの。うん、もうメリアはセッカとハクと一緒に大会見に行ったよ。ハクは1回戦の相手、セッカはオウカの応援ってところだろうね。メリアはいつも通り偵察だろうけど。あ、パトありがとう、気持ちよかったよ。そうだな、なら今日はこのメンバーで調整をするとしよう。準備ができたら移動するぞ、主様。わかった、それじゃあ行こうか。お邪魔します。お邪魔します。うわ、いっぱい人がいるわね。驚いたわ。パト君、朝ごはん皆さんの分も含めて作ってきましたのでぜひ食べてください。ありがとうことか、すごく嬉しいよ。それで月下はわざわざここに何しに来たのかな。パトは昨日からずっと鍛錬に入ってるって聞いたから一緒に鍛錬をつけてほしいってお願いに来たの。私は大会ではお役に立てそうにないので、昼食や洗濯などのお手伝いができたらなと思いまして。そうか、なら合流するといい。月下なら拒まない。だが主様やカナやソフィアには種がバレてしまうがいいのか。いいわ、どの道カナちゃんかソフィアちゃんのどっちかと当たる時には全部ネタバラシしてるだろうし。まあ、ミリアンに白に発光じゃ出し惜しみなんてとてもじゃないけどできないよね。そうだな、いいだろう。なら朝食を食べたら即実戦の訓練だ。じゃあことか、朝食ありがたくいただくね。はい、ぜひ食べてください。残り2日、今日で本戦出場者全員が決まるんだ。気合い入れていかないと。はい、本日は全員選手が出場のため、私が代わりに司会を務めます。司会を務めますのはバハート、シェレフです。よろしくお願いしますね。バハート、バハート、愛してるよ。ありがとうございます。それでは早速紹介していきましょう。25リーグ、そのリーダーを務めますのは今大会の司会を務めるチェーン、バイス選手です。過去最高成績はベスト8、前年度は私と当たって敗北しましたが、私自身すごく辛い戦いでした。今年度はどのような戦いを見せてくれるか楽しみですね。イエーイ、世界中のチェーンファンの野郎どもと子猫ちゃんたち見てるー。あの子、会場にマイクを。今日も張り切っていくから楽しみにしててねー。チャンネルはそのままー。ちょっと、チェーン選手、会場にマイクを持ち込まないでください。昨日あれだけ大変だったのに元気ねー、あの子。仕事している時とは雰囲気が違いますね。きっと盛り上げるために頑張っているんですね。すごくいい子じゃないですか。そうかな、一回戦であれやられたらちょっと。まあ、確かにね、ハクも大変ね。でも昨日も見たけど、ハング室操作、これの突破はかなり難しい。ハクも自然支配を持ってるけど、ハング室まで対応できるのかな。いや、昨日徹夜で作っただけのことはあったよ。場の雰囲気は一気に私のものだね。さて、このテンションでみんな来てくれたら楽なんだけどね。それでは第25リーグ、開始です。さて、頑張りますかね。選手が射撃されました。ウェー、マジ安楽しい。調子こえてるからしょっぱなからドタマ勝ち割られるんだよな。ごめん、もう少し楽しめるようにエンターテイメントを意識したかったんだけど。
ちょっとできそうにないかも。は、何調子こいたこと言ってんの。溶けた。なんと全員選手が相手を見ると同時に相手が液体のように溶けました。不慮の事故とはいえ予選でアンチマティを使うようになるなんてね。この予選終わったわ。アンチマティの特徴は視界に入るもの全てを反物質に変えてしまう能力。この視界に入った空間全てが反物質、故に視界内でも反物質が一気にチェーンの周りを覆うようになる。反物質に私たちの常識は通用しない。故に普通の能力や現象は全て反物質の法則によって強制的に格付けされ。来るな、化け物。否定はしないよ、文字通り化け物だから。勝負ありです。なんと開始から数分で他の予選者全員を溶かしきってしまった。運営の方は至急チェーン選手の特殊素材入りのサングラスをステージの隅に置いてください。バハート隊長、助かります。恐ろしい能力を持ってるわね。私、原子支配持ってなかったら即死じゃない。そうですね、私はそもそも反物質は効きませんか。私はちょっときついかも。いや、反物質の特性を理解したら問題ないけど。はく、あなたは品格解放したソフィアと戦いなさい。正直、チェーンさんの能力はソフィアの介護官です。むしろあのタイプの世界最強がソフィアみたいなものですし。そうなの。あのスタイルで異質異能やら不可能やらを無制限に振りまかれてみてください。現役の私ですら勝てる気しませんよ。確かに考えたくないわ。あくまで反物質は間違いなく存在する物質だからね。存在しない異質異能の方が立ちが悪いわね。そんなソフィアちゃんと戦ったら大会前に死んじゃう。じゃあ、すっごい能力、私チェーンさんには勝てないや。私もだよ。いや、妄想で反物質を消せば。いや、そもそも反物質なんて曖昧な存在の妄想なんて。周辺にも反物質だから、ほとんどの攻撃が本人に届く前に消滅、視界に入っても消滅。かなりシビアねー。アマネちゃんの攻撃なんか全部防がれるんだ。バカちゃんだってスピードでごまかせないわよ。あれじゃあ、とりあえず今回は私とは関係ないゾーンだし、目先の戦闘に集中しないとね。頑張って、リンちゃん、ファイトだー。そうね、アルタは昨日すっごくへこんでたし、さすがに今日はリンを慰める会はしたくないわね。あ、頑張るよ。嫌なこと言うなー。相手ってベッペル、トロイって人だっけ。そうそう、すっごく特徴的だから見たらすぐにわかるよ。今から30分後に第26リーグを開始しますので、選手の方は準備が整い次第、会場に集合してください。行ってらっしゃい。行ったわね。そうだね、厳しい戦いになると思うけど頑張ってもらわないとね。ごめんなさい、氷大から道開けてもらっていいかな。ごめんね、私今から予選だから道開けて。は、はい。ありがとう、ゆういちくんのことを思い出すくらい嬉しいよ。あれは、間違いないわね。疑いようがないね。メンヘラだー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。